令和元年9月21日、関東学生アメリカンフットボール連盟1部リーグビッグ8第2節、ここ東京世田谷駒沢オリンピック公園駒沢第2球技場よりフットボール TV でお送りいたします。本日の解説は連盟の広報委員長岩瀬隆文、実況は連盟放送委員の茂木でお送りいたします。岩瀬さん、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お天気なんとか持ちましたね。そうですね、はいはい、まあ、曇天で森なんですが、はい、若干風が強いですか。風が巻いている、ね、状況ですから、はい、ロングキックとかハイ高いパントはいろいろ注意が必要ですね。そうですね。フィールド上ではコイントセレモニーが行われています。このセレモニーでは両校の陣地と前半の攻撃権が決定されます。セレモニーには両チームのキャプテン、副キャプテンが参加しています。ロイヤルブルーのジャージが本日ホームチームになります。東海大学トライトンズ、ホワイトのジャージが本日ビジターチームになります駒沢大学ブルータイドです。これまでの両校の戦績ですが、東海大学トライトンズは前節第1節勝利して1勝8点3を獲得しています。対しますホワイトのジャージ駒沢大学ブルータイドは同じく前節第1節を終えて、こちらは1敗、勝ち点は今のところありません。フィールド上では駒沢大学キャプテンの矢倉智也が選択権を得ましたが、後半で選ぶということを選択しています。代わりに選びました東海大学のキャプテン村上健吾がレシーブを選択したでしょうか。前半東海大学レシーブ、前半駒沢大学レシーブ、失礼いたしました。前半は駒沢大学がレシーブです。東海大学がキックオフとなります。駒沢大学がレシーブを選択いたしましたので、まあ、キックオフで試合は始まりますけれども、その後駒沢大学の先行ということになります。岩瀬さん、駒沢大学の先行になりますけれども、はい、駒沢大学の攻撃陣見どころはどこになりますでしょうか。まずはですね、はい、新倉監督が、熱心に指導しているんですが、はい、記者会見で言うと、うちのクォーターバックを見てほしい、はい、もうエース、クォーターバック次第で良くも悪くもなると、はい、まず立ち上がりに、そのクォーターバック1番の樋口君、樋口正人選手、はい、に注目したいですね。はい、注目したいですね。それでは両チームのハドルも解けまして、これよりキックオフとなります。ホワイトのジャージ駒沢大学ブルータイドがレシーブの位置に散っていきます。東海大学トライトンズ、キッカーの位置には20番の石川祐介がセットしています。で念入りにキッカーがどの辺に蹴るので、その辺にカバーに行ってねという打ち合わせをしたりします。これよりキッカー20番石川祐介のキックオフで試合が開始されます。今キックがされました。駒沢大学リターンの体勢、リターナーは26番の選手、駒沢大学26番の佐々木大輝がリターナーでした。自陣の23ヤード付近まで戻しているでしょうか。これよりホワイトのジャージ駒沢大学ブルータイドの攻撃が開始されます。クォーターバックは注目の1番樋口正人です。最初のプレーは左側へのランプレー。オールキャリアは南部学26番佐々木大輝、先ほどリターンをした選手です。
東海大学のディフェンスが早くロスタックルに仕留めています。駒澤大学セカンドロング今度はパスの構え、パスが成功しています。駒澤大学左側へのパスが成功しました。パスキャッチはワイドレシーバー16番小川瑠衣。3ヤードほどのゲイン。駒澤大学サードセブンの攻撃。今度は真ん中へのランプレー。ボールキャリアは再び26番ランニングバック佐々木大輝でした。これも東海大学のディフェンスがゲインを許しませんね。あ、いいですね。 DL のラッシュは落ち着いてますけども、はい、あの突っ込みどころといいますか、あのボールの位置をしっかりと確認して入ってますね、はい、そうですね。大きなゲインを許さず駒澤大学フォースダウンの攻撃に変わります。駒澤大学パントの体系、パンターの位置には19番武田信明をセットします。駒澤大学パントを蹴りました。駒澤大学フォースダウンの攻撃はパントでした。東海大学3アンドアウト、ファーストダウン更新を許さずに最初のシリーズが終わっています。これより攻守交代、ロイヤルブルーのジャージ東海大学の攻撃が開始されます。岩瀬さん、東海大学の方の攻撃は見どころはいかがでしょうか。はい、エースランニングバックの15番、はい、花咲徳栄出身の小杉君ですね、はい、小杉選手、はいはい、まずその走り、はい、で、ランニングプレーですね、組み立て、はい、オフェンスを組み立てていくと思います。最初のプレーはパスプレーでもパスが成功しています。ファーストダウンも更新しています。東海大学パスキャッチをしましたのはワイドレシーバー1番の島谷仁、早速のファーストダウン更新は東海大学。東海大学クォーターバックの調子も良さそうですね。あ、いいですね、はい、あのパッシングも落ち着いて、まずはエースに、通して、ディフェンスバックを広げている、はい、状況ですね。右にロールバックをしてパスがまた決まっているでしょうか。パスキャッチ成功。これもファーストダウンを更新していますか。してますね、はいはい、ファーストダウン更新です、はい、東海大学パスキャッチはワイドレシーバー11番の角ひろち、敵陣にも入りました。ポンポンとパス2つ成功させています。東海大学、東海大学敵陣37ヤード付近よりバースト点。今度はランプレー、注目の15番でしょうか。真ん中のランプレー、ランニングバック15番小杉俊太がボールキャリー。いいですね、低く、はい、あのそのままドライブがしていってますね。そうですね、はい、ゲインも9ヤードでしょうか。大きなゲインとなりました。東海大学セカンドワン、今度は左へのパス、パスが成功してラフターキャッチでタッチダウン、うん、東海大学タッチダウンです。ワイドレシーバー1番の島谷仁、短いパスをキャッチし、ランアフターキャッチでエンドゾーンまで持ち込みまして6点を先制しました。岩瀬さん、東海大学先制ですね。まあ、いいですね、はいはい、あのブロッカーがしっかりしてましたから、はいはい、そこの後はすれ違いって言いますか、ディフェンスの間を抜いて、はい、あとは総力で持ってきましたので、そうですね、あっという間のタッチダウン。東海大学トライフォーポイントで移ります。トライフォーポイントはキックの体系、トライフォーポイントのキックも成功です。キッカーは27番、桑島秀之助、桑
トライフォーポイントの1点も追加、東海大学クライトンズ最初のシリーズで7点を先制しています。第1クォーター残り時間は8分41秒。まあ、東海大の、そうですね、オフェンスを見ると、はい、まずはパッシングで組み立てていってますが、はいね、はい、というのも前の試合を完全に分析していますから、はい、やっぱりあの、駒沢の、はい、2列目3列目、いわゆる、ラインバッカーとディフェンスバックを、はい、狙ってまずはゲイン取っていこうという、これはファーストシリーズでした。それが見事当たっているということですね、はい。これより得点しました東海大学トライトンとキックオフで試合が再開されます。キッカーの位置には20番石川雄介、今キックがされました。駒澤大学リターンの構えですが、東海大学のキッキングチームは大きなリターンも許しません。駒澤大学キックオフリターナーは87番、関根拓実でした。これよりホワイトのジャージ、ビジターチーム側の駒澤大学ブルーサイドの攻撃が開始されます。東海大のファーストヒットがいいですね、はい、そこに対してのセカンド、エフォート、はい、エフォートというかセカンドサードの、はい、寄せも早いということですね、はい、早いですね、なかなかですね、はい、駒澤大学ファーストアクテンパスの構えでパスは成功しています。駒澤大学パスキャッチは88番ワイドレシーバー岩田優斗、ゲインは5ヤード。駒澤大学自陣23ヤード付近よりセカンドダウン5、クォーターバックは先発と変わらず1番の樋口雅人。今度は真ん中へのランプレー、大きなゲインとなりました。ファーストダウン更新しています。駒澤大学ゴールキャリアは29番、ワリア・エイタでした。今のは左に、はい、3枚レシーバーを構えて、はい、それで中央をつくプレーですね。なるほど、はい、ちょっと戸惑いがありましたかね。そうですね、ランプレーが成功してファーストラン更新しています、はい、今度は左側への短いパス、ランフターキャッチを狙ったパスではありましたが、パスは成功しています。パスキャッチは29番のワリア・エイタ。ランスターキャッチは大きいものにはならなかったですね。そうですね、はい、駒沢のオフェンスサイドですけれども、はい、これはあのファーストシリーズを見て、はい、若干展開を変えてますね。なるほど、はい、少しテンポが上がっています。駒沢大学セカンダン6、今度は右への構えを見せて左にパス、あ、うまいなこれ、はい、はい、これは大きなゲインになりました。今度のランフターキャッチは大きなゲインとなっています。右にスクリーンパスのフェイクをして、はい、左にスクリーン的に投げた、はい、ちょっとなかなかメイクされているって言いますか、凝ったプレーですね、はい、そうですね、それに対して、はい、右に振られ左に、はい、ちょっとターゲットを散らしているような感じですね。そうでしたね、はい、ファーストダウン更新しています。敵陣にも入りました駒澤大学、またパス、このパスも成功しています。左側へのパス、パスキャッチは16番、ワイドレシーバーの小川瑠衣、着実に前進を重ねます駒澤大学。このミドルレンジへ の、はい、あのパス落ち着いて、はい、あの QB1 番樋口君が決めてますけど、はい、これでこの攻めでいいですね。この攻めでどんどん、はい、刻んでいけますね。そうですね、どんどん進んでいますね。駒澤大学セカンダウン5の攻撃、今度はランプレー、真ん中をスルスルスルと抜けたのは29番、ワリア・エイタ、またファーストダウンを更新しています。
このシリーズは進んでますね、はいはい、そうですね、はい、オフェンスラインもマークコントロールしてますね、はい、DL に関してですね、はい、左のラインが強いですかね、左のオフェンスラインですね、金沢大学の左のオフェンスラインが中央から左の方ですね、はい、小松大学ファースト3点、右側へのランプレーでしたが、これは東海大学のディフェンスが読んでいました。ロスタックルにしています。そうですね、 この、はい、こういう押し上げは強みがあるんですね、はい、東海で、穴を塞ぎながらどんどん入っていく。今も右側でしたね、はい、なんか左側のラインが強いというところだったので、こう右側のところは抑えられたというところかもしれません。駒澤大学セカンドロング敵陣28ヤードあたりからの攻撃です。今度は29番、短いパスで走らそうというプレーではありましたが、そうですね、はい、もうちょっと落ち着いて入ると41番、はい、ラインバッカーの41番がしっかり、はい、タックルはできたんですけども、ちょっと勢いありすぎましたね。そうでしたね、今左のリードオプションからでしたんで、はい、ターゲットはしっかり見てますよ、はい、ちょっとここに来て持ち返してますね、東海のディフェンスは、はい、ディフェンスがアジャストをしていっています。駒澤大学サーダンロングの攻撃、パスの構えを見せてクォーターバック自ら走ろうとしましたが、東海大学浅野君ですね、はい、7番の浅野一選手が抑えました。駒澤大学テンポよく進んでいたのですが、ここでフォースダウンの攻撃に変わります。うん、こういう場面での、7番もそうですし、はい、41番もそうですね、踏ん張りところっていうでのアタックするディフェンス、とてもいいですね。そうですね、はい、フォースダウンは駒澤大学フィールドゴールアテンプトのフォーメーション、44ヤードのフィールドゴールアテンプト。フィールドゴール成功しています。あれバーに当たりましたね、はい、バーに当たりましたが、はい、当たった後のボールがしんと外側に転がりました。キッカーは16番の小川瑠衣、駒澤大学44ヤードのフィールドゴールを成功させ3点を獲得、7対3と追い上げを見せています。危なかったですね。ああそうですね、はい、でも風上にありますから、小川君もなかなかいいキッカーなんですよ、丁寧に蹴りましたね。そうでしたね、ですからバーに当たって、まあ、若干距離が足りないかなと思いましたけど、はい、まあ、ど真ん中でしたから、はいはい、見事成功させています。第1クォーターの残り時間は4分3秒、ただいま得点しました駒澤大学のキックオフで試合が再開されます。駒澤大学キッカーの位置には97番湯沢拓磨がセットします。今キックオフがされました。東海大学はそのキックのボールを見送りました。ボールはエンドゾーンに入りましたのでタッチバック。これよりホームチーム側ロイヤルブルーのジャージ東海大学トライゾンズの攻撃が始まります。タッチバックでしたので自陣25ヤードからの攻撃です。東海大学クォーターバックは先発と変わらず3番の相馬慎吾、ハドルが解けました。東海大学ファースト3点、最初のプレーはランプレー、ランニングバックが真ん中を走っています。ボールキャリアは20番、ランニングバックの石川雄介でした。ゲインは2ヤード。東海大学自陣27ヤード付近よりセカンドエイト、
が超えていて再びランプレー、同じようなランプレーが繰り返されます。東海大学ボールキャリアも先ほどと同じく20番の石川雄介。このプレーもあの 中に詰めていて両タイトエンドでパワープレーで押そうというところでそこを割って入ったあのディフェンダーですね、駒澤の、DL になると思うんですけど、なかなかよく見てましたね。そうですね、大きな原因を許しません、駒澤大学のディフェンス。東海大学石山の原因出したのでサードセブン、今度はパスの構え、ターゲットを探してパス成功、ファーストダウンを更新し、レシーバーが少しランアフターキャッチも加えました。東海大学パスキャッチはワイドレシーバー11番郭弘智、ファーストダウンを更新し敵陣にも入りました。綺麗にパスが決まりましたね。そうですね、今日はあれですね、あの東海大はレシーバー陣が好調ですね。そうですね、東海大学敵陣よりファーストダウン点、今度はランプレー、右側のランプレーですがフィールド上ファールを示す黄色い旗、ファールマーカーが審判より投じられました。何か反則があった模様です。ランニングバック の15番の小菅君は中央プレーも強いんですけども、あのオープンの駆け上がりも結構足があるんですよ、ですからあのブロッカーをうまくつければロングゲインが、期待できますね。パーソナルファールが東海大学、攻撃側の東海大学にありました。腰から下へのタックルでしょうか。そうですね、低く、分かりやすく言うと低く、あの突っ込んでしまった、ブロックに行ってしまったってことですね、危険なタックルとしてパーソナルファールが取られています。10ヤードのバッタイ、東海大学せっかく進んでいたのですが反則でバッタイとなりファーストロング。クォーターバックは自ら前へ進みます。ディフェンスをかわしてクォーターバック、今の判断いいですね。1番、失礼しました、3番の相馬慎吾、いいですよ、あのなかなかあのドロー系に出て、すぐ捕まりかけたんですけども、そこからさらにすっと前に出ましたんで、うまくかわして大きな原因を見せました。フィールド上は負傷者のためのタイムアウトがレフリーよりコールされています。が出てきてますね。先ほどのそうですね、反則になりましたけど、低いブロックですね、まあ、勢い余って、まあ、密集の中で止めようっていう、右オープンでしたけども、気持ちはとても分かりますね、どんどん進みたいっていうことですね、やはりあのキャリアの15番を当然、あのマークしているわけですから、それを止めたいという、エースランニングバックも、対面する選手ということですね。ターゲットはまず中古版、もう少しパスを使ってもいいのかなと思いますけどね。そうですね、ちょっとそのバッタイで距離もありますし、ね、少し稼ぎたいですね、パスで、反則は別としてもちょっとバランスよく、まずは攻めていくっていう東海大学ですね、そうですね、やはりこうパスが決まればこう守りにくく、パスとランとどっちも決まると守りにくいということですよね、タイムアウトが明けまして東海大学の攻撃、パスの構えからパスキャッチ成功しています。パスキャッチワイドレシーバー11番の郭弘智、本日はここはホットラインですね。そうですね、11番の郭君には、しっかりパス通しますし、まあ、
完全にフリーになりますね。ちょっと DB がつけ、つきにくい状況になっているかもしれないですね。東海大学長いバッタイでしたがサーダン3まで持ってきています。敵陣にも入りました。ランニングバックに渡すフリーをしてパス成功しています。ファーストダウンも更新です。パスキャッチはワイドレシーバー11番角広地。難しい体勢ですがパスをキャッチしました。そうですね、はい、今クォーターバックもあの左流れですから、はい、すごく投げにくいシチュエーションなんですけど ね、はい、練習を積んでいますね。このプレーは、はい、クォーターバック3番相馬慎吾のパスが成功しています。ファーストダウンを更新し敵陣での攻撃。今度も右側へのパスは成功。ランアフターキャッチでまたファーストダウンを更新しています。東海大学パスキャッチはワイドレシーバー1番の島谷仁志、クォーターバックは3番の相馬慎吾。パスキャッチ成功で敵陣の22ヤード付近まで進めました。今のプレーもあのレシーバーのブロッカーがうまかったですね、はい、小松はもっと突っ込みたかったんですけ ど、はい、しっかり止めましたね。オフェンスラインも検討しています。今度も渡す振りをしてパスを投げ、パスは成功していますが足が外に出ていた模様です。パスキャッチはしていますがアウトオブバウンズでのパスキャッチということでパスは不成功。惜しかったですね。惜しかったですね、はい、今完全にキャッチしてましたからね。そうですね、タイトエンド88番の矢上壮太のパスキャッチでしたが惜しくもアウトオブバウンズ。狙い取りも良かったですね。そうですよね、はい、東海大学同じ敵陣22ヤード付近よりセカンダン点。今度は真ん中へのランプレー。ボールキャリアはランニングバック15番エースランニングバックの小菅俊太、うん、やっぱ小菅君の、ね、ドライブ力ありますね、はい、そうですね、はい、ゲインは4ヤード。レシーバーが11番19番1番、はいはい、ですからターゲットディフェンスの方はマークがしにくいっていうのは、はい、どこに投げてくるんだってことですね。やっぱり1番がマークされていると11番、そうです、ね、また19番もいますから、はい、そこに15番のランニングバックも走らせることができる、ね、しかも3番もキープがあると守りにくいんですよ。守りにくいですね、はい、ここで第1クォーターが終了しました。ここで陣地を入れ替えまして先ほどのプレーの続きから第2クォーターが始まります。第1クォーターを終えまして東海大学対駒澤大学の試合7対3で東海大学が4点リード。これより第2クォーターが始まります。